はい、こういう題で採用していただきまして、私と鈴木先生、それから国立がんセンターの東病院千原先生、さらに、融合研究センターの河野先生と一緒に、多層オミックスデータの統合ということでやっております。で、まあ、背景といたしまして、日本でもですね、次世代シークエンサーの使用がどんどん強まってきて、データが急速に蓄積していると、こういうもので、その機能的な解析をしている部分のデータの蓄積をしようということでございます。ポスターのご紹介でも鈴木先生の方から49番の紹介があったと思いますが、転写開始点、トランスクリプトーム、メチル化、チップセック、そういったことを合わせたデータをさらに、パスウェイマップとかそういうものとつなげていこうということでございます。で、データベースの公開論文化、あとですね、ベースとなります、人だけデータの充実ということで、特に日本のものを中心に、BGA、これ、エグザック、それからこういうところと連携させていただきまして、そのデータを使わせていただいております。で、データベースはですね、医科研の中井先生と一緒にこの DBTSS というのを作っておりまして、ここを充実させる形で、そのデータを見える形で窓口でここで作らせていただいております。で、論文もこういう形で作っております。で、まずヒトゲノムデータなんですけども、座標軸になります。で、やはり機能解析をしていく、そういう見えてるものと、それからミューテーションなんかが、同時に見える方が良い、特に日本のデータも入れた形でと、先ほど来お話しあった徳永先生のデータベースとも連携をしながら、多数のものをインテグレートした形にしております。で、数はですね、ここに書いてあるような形で、そのこれはエグザックですけども、こういうものも分けて、で、ある程度そのエスニックのことが分かるような形で、頻度情報を出しているということになっております。それから、これはチップセックデータだけですけども、こういったチップセックデータをですね、全部、インテグレートした形で、必要に応じて見えるような形に作っています。で、これだけじゃなくてですね、TSS のデータ、トランスクリプトームのデータ、さらにはバイサルフェートのシークエンスデータ等々をそのインテグレートしてきたということでございます。大体数としてはですね、ここいらへんの数になっておりまして、疾患関連のものについてはこういうような情報も入れ込んであるという形で、それなりの数にはなっているかなと。で、DBTSS に来ていただいて、検索をかけていただいて、で、その転写の開始点を見るビューワーと、それから、ゲノムビューワーという形が出てまいりまして、さらには今、徳永先生がお話になったそのヒューマンバリエーションデータベースにすぐ飛べるような形のリンクを貼らせていただいておりまして、こう一体の形で同じ、ブラウザの中でですね、見ることができます。で、これはこう見てやりますと、こういう形でこう出てきます。こう見て、ここでつながって、
こういう形でこう細長いんでなんとなくこう見にくいんですけども、まあ一応ですね、ディスプレイをできたらこう縦にしていただいて、まあ、見ていただくと、転写開始点から、そのチップセックのいろんなデータ、スニップのデータがいろいろと、それに、こういうアノテーションがある程度ついた形でこう見えると、まあ、こういう、まあ、非常にこう一体型でですね、で比較的直感的なビューアーが提供されております。で、先ほど、パスウェイマップというのがありましたけども、まあ、そういうものにこういうものからこうクリックをすることで、まあ、飛んでいくこともできるような形になっていまして、まあ、これはちょっと勝手に絵を描いてそれに色がつくような形になっています。で、まあ、こういうものを、ずっと作ってまいりまして、今年度の特に成果と申しますと、これゲノム支援のデータの中のマウスを中心に、格納が進んでおります。これはもうちょっと早く進むはずだったんですけども、ゲノム支援、これは今年度から始まったものですけども、前 の, ゲノム支援でやったデータについて、現在これぐらいのものがやってですね。で、先ほど来ずっとお話してたのは人でして、まあ、どうしても人が次世代シークエンサーを使ったデータでは充実してるんですけども、まあ、マウスの方もこういう形でようやく、整備が進んでおりまして、同じような形でこの転写開始点ですね、それからこういう、RNA のいろんなものをこう並べて、見ることができるというそういうこう何て言うんですか、網羅的な解析がですね、同じビューアーの下で、同じ形で、見ることができるようになりました。ですので、多くの、ファンクショナルなアッセイはマウスで行われておりますので、ここでの情報はこれから、いろんなものをクリスパーキャス9で潰してですね、それでマウスで調べるとかそういうことができるようになってくると、ヒューマンのものとマウスのものがうまくつながってくるんじゃないかというふうに考えております。それで次はですね、RDF 化で、一番最初に採用された時に RDF って何だって高木先生に聞いて笑われたんですけどもこう NBDC としてこの RDF 化をしないといけないということでございまして、やっぱりこういう形で、データをこうやり取りするというのが、一つのこの NBDC の、売りかなということだというふうに、その後の説明で理解いたしました。で、ここは河野先生が非常に頑張っていただきまして、詳しくはポスターの48番で、お話しされてますけども、このシェーマ化をようやくやったという感じでございます。で、その RNA-seq も ChIP-seq もですね、それからBRIC-seq も何もかもそのこのシェーマ化されてなかったので、RDF 化できなかったんですけども、
神話家がこういう形でなかなか大変だと思うんですけども神話化されまして、で、これがその先ほど来お話ししてるいわゆる多層のデータのミックスについて全部一応出来上がりましたので、まあこれでですね、初めて、なんかようやくうまくいくというか、ようやくこう舞台に乗れたかなと。で、チップセックのこうシーマを作ったのはうちが初めてなんじゃないかと思いますので、これは小さいようではありますが意外と大きな成果かなと、密かに思っています。で、これセルって書いてありますけど、一件を処理するのにですね、これはGBUSのデータ、データとかこういうのでいろいろやって、ベンチマークをしたんですけども、これはそういうデータ、これのベンチマークなんですけど、こう検索なんかのは早いんですけども、意外とこう RDF 化するのに時間がかかるんですね。で GBUS を RDF 化するのに、1時間とかで、こういう数かかるとするとですね、なかなかこうRDF 化していくのも結構大変だなというのが、実際やってみて、それでいろいろ計算してみた、結果のこう感想ではあります。ですので、やってしまえば非常に使いやすい。で実際その徳永先生のところのデータとこうやり取りみたいなこともこういうものを通じて、多分やらせていただいているんじゃないかと今思うんですけども、非常にスムーズなんですが、いろいろなかなか大変なことであるなというのが正直な感想でございます。我々の、分野ではその IHEC のグループがありまして、そのいわゆるオミックスの世界ではこことも油谷先生、それからたちが白髭先生とかみんな参加してやられてますので、そこもですねこういうスキーマができましたので、こうリンクができるような形で、今お話を始めているところです。こういう形でこうだんだんリンクのようやくですね統合データベースに入れていただいて、そのデータベースの中のらしい感じに少しはなってきたのかなという気がしております。で、ここまでやってきまして、先ほどちょっと RDF の蚊に計算時間が結構かかるんだっていう話をちらっとしましたけど、それ以外のこともいろいろいくつかあるなと、今考えております。一つ前の、徳永先生のところでもお話がありましたけど、この個人情報に配慮したデータの活用というようなことになってくると、そこら辺どういうふうに処理するのか、NDVC としてどうするのかみたいなことっていうのは、まだ指針が出る前ですので何とも言えないところですけども、そういうものとうまくこう関連づけていかないといけないのかなと、思ってます。それから、今日はちょっと全然データも示さずに お話もしませんでしたけど、ロングリードのデータが出始めておりまして、その
まあ、うちではこのミニオンというのを使ってですね、まあ、いろんなことが出てきます。で、ちょっと思ったのはミニオンっていうのはですね、ちっちゃくて10万円ですぐできるんですね、誰でも。だからまあビッグセンターがあってシークエンスをガンガンやってるところですと、こうまとめるのも簡単なんですけど、こういうチラチラとしたデータがその出てきて、それがまあ個々の研究のベースになるみたいな時代が来る可能性もあると。そうなってきた時に、そのどういうふうにそのなんていうんですかね、こうデータベースを考えていくかっていうような問題も出てくるのかなという気が、ちょっといたしました。で、挙げさせていただきました。で、まあ今我々のグループは土原先生もいらっしゃるので、まあ、こういうスクラムを中心としたこういうことに将来関係しようとしております。まあ特にこのヒューマンバリエーションデータベース、小池先生とか松田先生、それから山下先生、それから、まあ、ゲノム支援班にはお世話になりました。どうもありがとうございます。この場を借りてお礼を申し上げます。以上です。どうもありがとうございました。